したナイトゲームまもなくスタートです。 QVC マリンフィールドからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプですか？まあ一応ね、相手のデータを見ながら、試合の広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが初球、初球ボール、今のはボールになります。ボール先行です。この球は外れています。ストライクが入りません。直球ストライク、スリーボールワンストライクです。次が5球目、アウトコースで決めました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。まあマリーンズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。西さん、このイチロー、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか？いや、苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。そうですか。打ちました。センターに抜ける。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。11対5、マリーンズなおもピンチです。打順は弱いのですスパイで、さあ後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか。変化球打った、ショート正面、掴んだ、一塁へ、一塁へアウト。これで3アウト、試合終了です。最後意地を見せましたが力尽きました。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。ああ、なるほどね。それは逆に考えるわけですね。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。